岡崎学園高等学校は愛知県岡崎市稲熊町三丁目にある私立高等学校。設置者は学校法人河原の学園。かつては中学校を併設していたが現在休校中になっている。バレーボール部は全国常連チームである。校門校舎校内にある白井校の銅像1906年4月8日、岡崎裁法女学校として白井校が創立。 同年6月13日、愛知県知事より認可される。幸君、誠、愛。教育目標、良き個人、良き社会人、良き女性、良き男性。教育方針、21世紀の美しい世界を創造する志を持った若者の育成。志の教育と知の教育。人間環境大学の系列校となっているが、2014年4月に、 設立母体となる岡崎学園が河原の学園と合併した際に、公明から人間環境大学を外し、岡崎学園高等学校に戻している。学科は特進コース、ベーシック進学コース、スポーツ進学コースの3つがある。例年5月に遠足、6月に体育大会、9月に文化祭が行われているが、他校生徒の正体は認めていない。 春休み前に球技大会も行われている。2年次の修学旅行では沖縄に行っている。8階建ての霊明館と呼ばれる校舎がある。2機のエレベーター、車椅子の生徒も対応できるバリアフリー設備、自動販売機などもある。また、校内には食堂があり、昼と夕方にはパンやサンドウィッチや揚げ物などの軽食やラーメン、うどん、 カレーライスなども販売している。多くの部活動が存在しており、特にバレーボール部は全国高等学校バレーボール選抜優勝大会での優勝実績がある。バレーボール部のために作られた飛翔館と呼ばれる体育館がある。体育館のフロアの老朽化のため、春の高校バレーなどで使われているオレンジコートと同じようなフロアに改修された。バレーボール部では 各地の中学校から特待生として有望な選手をスカウティングし、全員での寮生活をし、強化を図っている。2011年からは、スポーツ専攻としての学生募集を開始し、女子駅伝部と女子ソフトボール部への特待生募集も行っている。2019年度より、バレーボール部、駅伝部、ソフトボール部は、すべてのコースから入部できるようになった。 2005年に創立された新設校であった。高等学校と同じ敷地内にあり、運動場や体育館等を共同使用していた。教育目標に高い志を持つ若者を育成するを掲げ、その具体策として南関大学合格を目指す中高一貫教育5本の柱を明示していた。1日7時間授業と少人数学級で、 基礎学力を徹底し、外国人教員の授業を通して、英語教育に力を入れていた。開学以来、一度も定員を満たしたことがなく、2005年の開学以来の入学者数は、25人、18人、33人、29人、11人、20人、と、定員80人の半数にも到達しない三段たる状態が続いていた。こうしたことから、2010年5月に次年度の、 生徒募集を停止する旨を発表した。在学生全員が卒業した2013年4月1日以降は休校中である。南韓大学合格と優れた人間形成を目標に5つの柱で構成する。第一は基礎基本の徹底。第二に自学自習の習慣づけ。第三に英会話力の定着。第四に思いやりの心と、 志を持った人の育成。第五に国際人としての教養の養成。ありがとうございます。